さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の第3課、5番目のビデオ、単語の51番からです。これ見てください。大河でやっぷんゆ、ダジャダルユ、みんなの日本語の中級の1番の教科書の第3課ですね。第3課の単語のね、51番ですから、ここですね。この下がね、ここから意識からスタートして、こっちですね、この辺りまで全部終わることができませんでしたから、もうちょっとね、それ6番目のビデオで撮りますね。ではね、皆さん一緒に頑張りましょう。51番、意識ですね。意識はコンシャスネスのコンシャスですけど、意識、例えばね、意識があります。例えばなんか、そうですね、なんか気持ちが悪くなってこう倒れて、ね、get fainted、ね、倒れて fall down ね。でそれ であーって意識がありますね。でも本当に totally unconscious、 意識がありません、ね、意識がありません。それから意識を失う、意識を失う、この倒れてね、fainted、 倒れて、でそしてもう全然気がつきません、全然分かりませんの状態ね。意識を失います。それから意識が高い、例えば意識が高いは、例えば健康とか、健康や例えば社会の問題、政治の問題などをよく考えています。いろいろね、例えば新聞を読んだり、なんか、そうですね、ニュースを見たり、いろいろな人と一緒に相談したりするって意識が高いです。それから、ここにあるね、を意識する、動詞にもできます。何々を意識する、で、ね、何々を意識するね、例えば、よくなんか恋愛で使うときには、例えばね、会社でこう働いているときに、あそこにとても素敵な人がいますね。でいつもね、いつもその人を見たり、その人のことをこう考えたり、その人のことをこう感じている感じ、その感じね。いつも be aware of that person ね。人のことを意識します。大好きですじゃなくて、ちょっと考えている感じですね。意識すると言います。でね、これ意識なんですけど、多分中級の皆さんは時々日本語の雑誌や新聞を読んだりしますか？その時にね、意識高い系でね、この単語ね、最近よく見るかもしれません。少し新しい言葉です。で、意識高い系、系というのは人、ここではね、グループ、人のグループなんですけど、意識高い系はね、これは大体はネガティブに使います。あまりいい意味で使っていません。で、ね、どんな人ですかって、ね、自分磨きね、磨きますって、こうポリッシュね、ブラッシュアップね。で自分を磨く、勉強したり、ね、学校に行って勉強したり、例えばいろいろ習ったり、習い事をですね、ダンスや音楽や料理とか、例えば歴史とか、いろいろなことを勉強する人ね、自分を磨いている人です。でもちょっとやりすぎなのかな、 kind of too much かな、やりすぎたりとか、あとね、見せびらかしたりとか、 kind of show off ね、見せてる人とか、パフォーマンスしてる人でね、もう意識高い系。あとこれ、生活の充実ですね。例えばね、インスタグラムで、インスタやフェイスブックなどで、自分の、例えば勉強していることとか、あ、私はいろいろな人を知っていますとか、私はいろいろなこう知識、ナレッジね、知識や技術ですね、技術がありますね、それにね、こう関心、まあ、興味だよね、関心がありますよ、とてもありますよというのをみんなにこう見せている感じで、あれはね、意識高い系と言います。少しネガティブに使ったりします。でも私は日本語の先生ですよね。皆さんがなんか日本が好きで、日本の文化に興味があるから、日本語を一生懸命勉強しているのは意識高い系だとは思いません。本当にいいポジティブに、ね、自分磨きで素晴らしいですよね。意識高い系、もしかしたらその頑張ることができない人のなんかちょっとこう、kind of jealous、ね、嫉妬もちょっとあるかもしれませんね。
ただ時々やりすぎてね、なんかトゥーマッチねな感じで、うん、なんか、うん、ネガティブに言う時もあります。で意識高い系ですね。で次ですね、アンケート。アンケートはもともと、これ外来語、カタカナですが外来語ですね。もともとフランス語です。でフランス語でアンケート何ですか、質問票ですね。質問ね、 asking question、 質問でのその表、チャートとかそのクエスチョネアのことです。クエスチョネアですね。例えば、うん、皆さんキャセイ、香港の人はキャセイパシフィックね、国体ね、に乗ったことがありますよね。でキャセイパシフィックに乗ったら時々こうなんかいろいろなこう質問、実はこうブックレットよね、でたくさん質問がありますね。例えばこの飛行機の食事はどうでしたか、フライトアテンダントね、CA さんのサービスはどうでしたかとかね、あれは質問票で、あれをアンケートと言います。質問票は日本語ではあまり使いません。だいたいいつもアンケートと言います。で調査のためですよね。調べるためにいろいろな質問をこう書いたりするね、丸とか×とか、あとコメントを書いたりとか、アンケートですね。アンケートをするとか、アンケートを取るとか、アンケートを行うとか、であとは書く人はアンケートを書く、アンケートに答えるなど言います。皆さんキャセイのアンケートをやったことありますか？私は多分ね、日本人だからだと思うんですけど、今までね4回アンケートに答えたことがあります。すごく長くて真面目にね、こう真面目に、なんか初めてやった時すごく真面目に書いたから、なんかね40分ぐらいかかりますよね、全部こうコメント書いてそしたらボールペンをくれましたけどね嬉しくないよねそうですね。でね、次行きましょう。次もう一個あった、ごめんなさい。あとこれですね、調査ですね。調査名詞です。で調査をする、調査を行うですね。行うはする、同じ意味ね。もう一個、調査を実施すると思います。全部するの意味ですよね。なんかマーケティングとか、マーケティング、すいません、マーケティングはね市場調査ですよね。で次いきます。で次はね、これね傾向ですね。中国語同じだよね、傾向、テンデンシーのことね、傾向。動詞はね傾向がある。例えば、例えばね香港の、ごめんなさい、ノーオフェンスね、でも香港の人はよく遅刻しますよね。 always ちょっとレイトね。だね、香港人は遅刻する傾向がありますね。あと傾向にあります、これはだいたい同じ意味なんですが、傾向があると傾向にある。例えばね、傾向にあるはね、例えばね、なんか状態に使うことが多いですね。例えば今コロナウイルス、like、COVID-19 ね、コロナウイルスがそう減少、ね、decreasing ね、減少の傾向にあります。なんかそんな状態ですよね、decreasing ね、やったー、よかった、ね。でね、次ですね、傾向が、高いですね。high tendency ね、傾向が高い。同じ意味で傾向が強いね、という言い方もします。で次ですね、この避ける。避ける他動詞ね、何々を避ける、英語の avoid だよね。でプドムの避免でしたっけ、で avoid ね。例えばこれね、これちょっとお父さん、世界のお父さんたちごめんなさい、まあ、例えばね、なんか女の人とか私たちが多分中学生や高校生の時ですからね、なんか自分が女の人になるからかもしれないけど、なんかお父さんとなんか一緒に、例えばなんかなんだろう、一緒に日曜日遊んだりとかなんかしたくないんだよね、恥ずかしいからかな、ね、で父親を避けるお父さんごめんなさい父親を避けるavoid the father、ね、それからあと問題を避ける、問題を避ける、なんかいろんな問題があるけど、なんか例えば事故とか、アボイタアクシデントとかね、事故を避けるとか、例えば、なんか台風とか、台風を避けるとかね、言ったりしますね。あとこれね、人目と言います。人目は人の目の意味ですね。人目ってね、他の人の目の意味です。例えば、例えばデートとかかな、デイティングとか、
デートをしている時に人目を避けて、例えば会社の人とデートする時とか、ね、他の、ね、会社の人に会ったらちょっと良くないから人目を避けてデートしたりしますね。あとこれラッシュ、ラッシュはラッシュアワーね、の車のなんかホーサッチェーだよね、こうたくさん車がいる時間とか、あとバスや電車でね、人が多いですよね。そのラッシュアワー、ラッシュを避けるですね。香港はねラッシュはそんなに長くないからね避けやすいですよね。日本とかね電車東京や大阪は朝のラッシュとか長いから1時間ぐらいラッシュだから、ラッシュを避けるためになんか朝多分7時ぐらいに家を出ないといけないよね、大変ですね。それからこれね避けるまだある、コメントだけのコメントね、I have no comment でコメントを避けるですね。でコメントを避けるは意見を言うと良くないからとか、ポジティブな、ね、いい意見じゃなくて悪い意見を持っているから言いません、言わないようにします。でコメントを避けると言います。で次ですね、これ自転車を避け、あこれはなんか問題と同じだよね。なんかこう自転車が来た時にこう自転車を避けますですね。それからこれねグラフですね、これ外来語ね、グラフだね、グラフ、グラフを書くね、書くグラフを見る、グラフを作る。でグラフのタイプだけどこう円グラフとか丸いやつね、何パーセント何パーセントとかね、グラフを円グラフ、それからこれはこう棒グラフね、棒グラフこう長いのありますよね、棒グラフとか、あとこういう感じのは折れ線グラフと言いますよね。それで時ですね、時はもちろん例えば今ね When I'm shooting YouTube と YouTube を撮っている時ですね、 YouTube を撮っている時私は電話に出ません。何々している時とか何々する時、する時はする前ですよね。でした時はした後 で他に時っていうのは時間の意味も使います。時が流れる、で time flows ね、time passes ね、時間が流れるとか時間が経つと言いますよね、time passes ね、time goes by ね。それからこれ時によるというのは it depends だね、時の他に例えば場所とか場所による it depends on the location とか venue とかね、例えば人による depend on the person、多分広東語だとタイシーガンとかタイゲイシーみたいな感じですかね。関連とかが普通まで言いますかね、これね。例えばみんな、ただね、みんな日本語が上手ですか、日本人は、ね、日本人は皆さん日本語が上手ですか、うんうん、人によりますじゃあこれ時によるで、例えば、日本の人は例えばいつもかな、いつも礼儀正しいですかって、で日本人ね、is everyone all the time、 いつもねpolite だね、じゃあ時によります。失礼になる時もあるし、すごくカジュアルな時もありますよね。で次ですね、これは最高にですね、最高にというのをマックスの感じね、トップレベルね、一番の意味です。一番、後ろに形容詞をよく使います。最高に何々、例えば最高に、これちょっと待って、こう持ってくればいいのかな、ちょっとこう持ってきますね、うん、いいよね。でね、最高に幸せだね、 extremely happy ですね。皆さん今なんか最高、今コロナだしね、ウクライナの戦争あるしね、なんか最高にっていうのはあまりないけど、まあでもまあまあ幸せが、私は今まあ結構幸せで次です、素晴らしい、 wonderful ね、で最高に素晴らしい、ね、もう really the best、ね、一番 the best、 the most wonderful、ね、最高に。それからこのね、次はね、もう一つですね、もう一つ、 one more だよね、一つ、二つ、三つ、一つじゃなくてもいいです。例えばもう二つ、 two more とか、もう三つ、例えば注文するときに、あすいませんって言ってね、すいません、コーヒーを一つください、そしたら友達が、あ私も飲みたいって言って、二人の友達、あじゃあすいません、 two more coffee please、 じゃあコーヒーをもう二つくださいと注文しますね。それからもう一人、 one more person でね、で例えばレストランの入り口で
あの何名様ですかってね、あの例えば1名様、ワンパーソンね、Are you alone? って1名様ですかって言って、あ、いえいえ、あとでってね、I have three more people ね、もう3人ね、three more だね、そう、私が1人で、three more の全部で4人でね、もう3人来ますと言います。それからもう1回、これよく授業ですからね、もう1回言ってください、one more time、one more time、いつもやりますね。それからもう1時間、one more hour ね。で私は今晩ね、あの今晩は、9時半かな、今晩9時半に授業が終わったんですけど、あの YouTube を撮りたいからもう1時間かな、多分ね、one more hour ね、もう1時間あの仕事をしますね。あの私が YouTube を撮っている理由はやっぱりね、あの自分の一番のメインの理由は、私と一緒にあの毎週ね、毎週1時間2時間日本語を勉強してくれている、その企業のね、なんかのコーポレートトレーニングねの皆さんとか、例えばプライベートレッスンを取ってくれている皆さんが、のコロナのね今大変な時にも勉強を続けてますよね。でオンライン授業が多いですから、なんかなかなかね、あの対面授業、アクチュアルフェイスね、フェイストゥフェイスクラス、対面授業ほどあの良くない時がありますよね。でそういう時のバックアップに私はあのビデオを撮り始めました。だいたい1年半ぐらい前ですかね。であの実際にこの1年半ね、初級の位置からずっとビデオを撮ってきて、なんかね、私は効果を感じています。あの I find it very efficient ね、効果っていうの、あのエフェクティブね、なんか効果があるような感じがする。宿題をする時とか、みんながこのビデオを見てあの復習してから宿題すると、なんか成績がいいんだよね。 get better score とか、例えば忘れた時もあの授業時間にね説明しないで、あ、じゃあこのビデオ見てねって言ってビデオをこう飛ばしてね、 I fly the video to you ね、いつもね、あのでこれ見といてねとか、みんなも何回も何回も説明を聞くことができるからね、いいですよね。だからこれからもビデオ撮り続けます。皆さんよかったらあの応援してください。一緒に勉強して日本語上手になりましょうね。じゃあここまで見てくれた人、よかったらLikeしてくれると嬉しいです。で明日はついにこの単語全部取り終わります。ここは何番から、60番、間から69番の寝顔までですね。これやりますね。じゃあまた明日一緒に勉強しましょう。お疲れ様でした。また明日ね。バイバイ。